大原へ駅彦。福岡県太宰府白川にある小さな橋の上で、ブロンドのロングヘアの美青年が憂鬱そうな顔をして三笠川の水面を眺めていた。モデルさんだろうかと横顔をよくよく眺めてみると、私の知人であった。天彦さんじゃありませんか。彼はゆっくりと振り返ると、私の顔を見て安堵したように頬を緩めた。菅原様、よかったお会いできて。先ほどご自宅の方にも伺ったんですが、お留守だったので途方に暮れておりました。そのお社の方は人が多いので。すいません、市役所に行っておりました。こうしてお会いするのは半世紀ぶりですね。どうかなさったんですか。ははっと力なく笑って小石を川に放り込む。川の下で日向ぼっこをしていた亀が迷惑そうにこちらを見上げて抗議の視線をよこしてくるが、天彦さんに気づく様子はない。また一個小石を投じる。実は最近追い込まれていまして、期待が大きいと言いますか、ストレスがひどくて。ほら、最近恐ろしい疫病が流行ったでしょ。それでそのネットの上で僕のことを誰かが思い出したみたいで、厄除けにアマビエとか言い出して。アマビエとは熊本で目撃された時の呼び名だ。呼び名が多いのは旅好きの神や神獣、妖怪にも共通していることだが、私は彼のことを初対面から天彦さんと呼んでいる。ええ、あちこちで見かけますね。神の面目役女じゃありませんか。いや、僕はそのどちらかというと紳士なので、まあ人間からしたら妖怪みたいなものですし、区別もつかないと思うんですよ。それに当時の僕のファッションセンスって少し尖ってましたから。確かに江戸時代の天彦さんのファッションセンスは現代のセンスをもってしてもかなり尖っていた。黄色いくちばしをつけて鱗のついたスカート、お星様をあしらったワッペンをあちこちに貼り付けて海水浴をしたり、もっと昔にはチューバッカみたいな格好をしたりして、八百万使いのファッションリーダーと言われていたのを思い出す。時代が追いついていないくらいの思ってました。黒歴史ですよ。そういえばあちこちでいろんな名前で呼ばれていましたよね。いやー、もう本当になんであんなことをしたのかと自問する日々です。いやー、若かったなーと。あの熊本で海水浴した後に見つかったのがまずかったんです。予言をなさった件ですよね。これでも未来が見えるんで豊作が続くと教えてあげたかったんですよね。そしたらやたら嬉しそうだったんで、思わず厄災よけに私の姿を絵に描けなんて言ってしまって。ほら、僕ってすごく顔がいいでしょ。だから思わず、ああ、なるほど。でも今回は本当にあちこち駆け回っていらっしゃると大国主様に伺いましたよ。そりゃ必死ですよ。あちこちの神様に大原へお願いして、もうクタクタです。そういえばウェブ会議でも今回の疫病に関する内容は多かった。戦後最大の危機でしたからね。新人一体となってことに当たらないと。そうなんです。日本中の神々が自宅勤務しながらもご神徳を与えていらっしゃるのに、まるで僕だけがその代表かのようにネットで流布されるのは申し訳ない気持ちがありますよ。それにあんな大昔の恥ずかしい格好のイラストばかり、 LINE スタンプにもなってるんですよ。黒歴史ですよ本当に。ああ、それで今はこんなにおとなしい格好をしているのか。ジーンズに T シャツというイケメンにふさわしいいでたちである。正直江戸時代の天彦さんの格好は里に降りたら退治されかねなかった。やれ羽毛だの鱗だので着飾ったあのセンスは時代の最先端どころか遥か未来を先取りしていた。現代でさえまだあのセンスには遠く及ばない。元気を出してください。
私のところにも疫病退散のご祈願がありますよ。ご時世ですね。勉学の神でいらっしゃるのに。ですので今からお願いに伺おうかと。このような事態にこそ発揮されるご神徳を持った方がいらっしゃいます。よかったらこれから一緒にいかがですか。天彦さんの顔色がパーッと輝く。本当ですか。ええ。ちなみに何を司る神様でいらっしゃるのですか。期待に胸を膨らませる天彦さんに私は笑いかける。石鹸です。牛乳石鹸の神に会いに行きます。天地が開闢され天の逆鉾によってこの国が形作られていく末そう。天土に満ちる万物に神が宿る。一木一草にさえ神が宿り天命を授けるのである。牛乳石鹸の神は薬の神である炎帝親王様の一族に連なる方で、主に家庭の衛生環境を司る神である。某メーカーの商品との関連性は限りなく不透明であり、ご本人も沈黙を守っているので真実はわからない。彼女は現在福岡県北九州市に出張に来ていらっしゃる。理由は定かではないが、先の騒動では西へ東へと奔走された。手洗いうがいの習慣が根付いたのも彼女の功績によるところが大きい。天彦さんは小倉は初めてですか。いえ、かなり昔に来たことがあります。確か細川忠興さんがお殿様だったような。江戸時代じゃありませんか。それきり一度も来たことがなかったんですか。いや、小倉藩の細川さんって恐ろしくて、怪異とかバンバン切り殺す感じの人だったんですよ。ほら、熊本は昔から妖怪天国みたいなところがあるじゃないですか。いざとなれば阿蘇山に逃げればいいやみたいな。菅原様ご存知でした。阿蘇山の中岳って山には猫屋敷があったんですよ。ああ、化け猫研修センターですね。太宰府の猫たちも四季が近づくと、志のある者は中岳へ登っていったのを思い出す。確か明治のご維新の際に取り壊されて、現在は阿蘇の某健康ランドの敷地内に併設されているという。菅原様は小倉にはよくいらっしゃるので。ええ、たまに会議があるので。そう言いながら私は小倉名物の柏うどんをすする。柏とは鶏肉のことで、それを甘辛く煮つけたものをだしたっぷりのうどんの上に乗せた一品だ。うん、相変わらず美味しい。いやー、これは美味しいですね。癖になりそうです。でもどうして駅のホームの店なんですか。駅のホームでないとダメなんです。小倉駅のホームで食べるこの柏うどんが名物なんですよ。なるほど、いいことを聞きました。昔妖怪呼ばわりされて追い回された時のことがトラウマで、関門海峡を越えると震えていたんですが、これならもう安心して来られます。それは良かった。福岡は良いところだ。北九州は少し怖いというイメージを他県民の人は抱いているようだが、銃声が聞こえてくるのもそれほど頻繁ではないし、他の町よりもたくさんパトカーが走り回っているので安全だ。成人式で少々派手で威圧感のある色とりどりの格好をした新成人を見かけることもあるが、あれはもはや伝統行事と言うべきだろう。ブルブルと携帯電話が震える。メールが一通届いていた。あ、牛乳石鹸の神からです。ちょうど今小倉城のベンチで小休止していると。急いで食べましょう。残りを一気に流し込み、大急ぎで改札を飛び出す。タクシーを呼びましょう。菅原様、さあ急いで。はい、天彦さん走るの早いですね。飛ぶように走るものだから、運動不足の私はついていくだけで精一杯だった。見苦しく言い訳をさせてもらうのならば、生前は生まれついての貴族であり、おまけに生涯有能な文官だったのでしょうがない。昔散々逃げ回りましたからね。スタイルの維持にも毎日走り込んでいます。タクシーに乗り込んだ後も動悸が収まらない。しかしどうして小倉城なんでしょう。
城郭マニアなんですよ。日本中のお城を観光して回るのが趣味らしくて、九州にも熊本城を見によくいらっしゃいます。なんと熊本城は素晴らしいお城ですよ。私は日本一だと思っています。いや、割とあそこの城下町に長く住んでいましたからね、多少のひいき目はあるかもしれませんが、あの黒い質実剛健とした堅牢な城は別格ですよ。それから小倉駅まで延々と熊本城のうんちくが語られることになった。加藤清正との出会い、涙の別れ、葬儀に出ようとして百姓に追い回されて白川へ飛び込んだというエピソードが熱く語られた。大手門を抜け小倉城の外観を眺めながら天彦さんが小首をかしげる。なんと言いますか、その随分小さいですね。ストップ、それ以上はいけません。戦争になります。ひー、城というのは大なり小なりの県の象徴であり、県民の誇りとも言えるものである。特に北九州市民は自分では小倉城のことを小さかよねーと自重したりすることもあるが、他県民から嘲笑されるのだけは我慢できない。熊本県民が小倉城前で漏らした浅はかな一言から抗争が勃発したという歴史もあったりなかったりするのだ。菅原様、あちらをそっと見てください。言われた方向へ目を向けると、ベンチに腰掛けた美しい女性が疲れた様子で空を仰いでいる。あのスタイル素晴らしいと思いませんか？特にこう、なんと言いますかね、いやー素晴らしい、あれは素晴らしいですよ。いやー実に良いものを拝ませていただきました。放っておくと拍手でも叩きそうな勢いだ。ええ、そうですね。ちなみにあちらの方が牛乳石鹸の神ですよ。女性がこちらに気づいてペコリと頭を下げる。どうもご無沙汰してます、天神様。その天神様って呼ぶのをやめてもらえませんか？菅原でよいです。天神様は天神様じゃないですか。随分とお疲れのご様子、大丈夫ですか？もう本当に寝る暇もありませんでしたよ。いつになったら完全勝利できるのやら。私が言うのもなんですけどね。神様に祈りたくなりました。もう何もかも投げ出してスウェーデンに家具を見に行きたい。もう何もしたくない。資産うどんを食べておはぎ買って帰る。ご苦労様です。しかしどうして北九州へ？なんとなく来た方がいい気がしたんですよね。スタンバっておこうかなって。ついでに小倉城も眺めておこうかなって。ほら、スペースワールドがなくなってから活気が少しなくなったから、商店街にお金落としとかないといけないでしょ？黒崎あたりは餃子が美味しいですからね。小倉城に来たのはそういうわけです。そうですか。なんだか目の焦点も定まってないし、言葉の脈絡も何かおかしい。私も3日徹夜した後、帰宅して冷蔵庫の中へ必死に潜り込もうとしたことがあるが、神も人も睡眠時間を減らしてはいけない。少しお休みした方がいいですよ。へ、へと乾いた声で笑う。天神様、天神様。ちなみに、隣のイケメンは誰ですか？もしかして幻覚？見えてます？見えています。現実ですよ。彼は天彦さんです。天冷という名前の方が有名みたいですが。おおと簡単の声を上げるのも無理はない。天彦さんは今や時の人である。どうも、はじめまして。お会いできて光栄です。こちらこそです。一つ聞いても。え？あ、はい、どうぞ。ネットのイラストとかなり違うように見えるんですけど、あの時浜辺で描いてくれた役人が本当に絵心がなくて、僕だってそれは本当は俵屋宗達に描いてほしかったですよ。風神雷神図の作者に自画像を描かせようとしないでほしい。いや、そうじゃなくてですね、くちばしや鱗は創作ですか？それは何と言いますか、若気の至りというか、ファッションの瞑想と言いますか、
当時はそういうのが流行ると思った次第でして。ぷっと彼女は吹き出すと膝を叩いて笑い出した。目には涙まで溜まっている。完全に深夜のテンションのそれだ。ごめんなさい、こんなに笑ってしまって。楽しんでいただけたなら嬉しい限りですよ。ああ、笑った笑った。それで私に何のご用です?実はお力添えをお願いしたく。力?疫病を払うお手伝いをしていただきたいのです。え、ちょっと待った。アマビエの絵を写すと魔を払えるんじゃないんですか?いや、その、なんと言いますか、やや語弊があるというか、誤解というか、期待が課題と言いますか。なんとなく事態を察しました。とにかく一緒に頑張りましょう。ちょっと待ってくださいね。天神様も同じ要件でしょ?彼女はそう言うと、カバンから小さな箱を取り出した。はい、どうぞ。ありがとうございます。私が受け取った箱を見て、天彦さんが怪訝そうな顔をした。それ、石鹸ですよね。石鹸以外の何に見えるんです?これが御神徳なんですよ。要はお守りです。社の手洗い場に一つ置いておくと、境内で手洗いをした全員の薬剤や汚れが落ちるんです。僕みたいに社がないものはどうすれば?ネットに画像を上げたらどうです?ご利益ありますよ。手洗い、うがいは大事って文言入れて、写真に石鹸が写ってれば大丈夫。拡散されるのも早いでしょうし。はい、どうぞ。大あくびをして牛乳石鹸の神がコキコキと肩を回す。肩も凝るのも無理はない。まだ当分この疫病は払えそうにありませんから、神と人が手に手を取り合って頑張らないと。さてと、私もホテルに帰って寝ることにします。天神様、またお茶と梅がえ餅ご馳走してくださいね。ええ、大払いがなった暁には。アマビエさんもお元気で。頑張りましょう、とキビスを返して去っていく。ふわーっと美女が大きく口を開けてあくびをする姿は、なんとも豪快で彼女らしい。菅原様、ありがとうございました。なんだか目が覚めた思いです。僕も自分にできることを一つずつやっていこうと思います。微力であろうとも期待に応えられるようできることをします。そうですね。頑張りましょう。それと、と天彦さんは真剣な眼差しで彼女の背中を眺めながらつぶやく。とってもいい匂いがしましたね。そりゃ、石鹸の神様ですから。